はい、皆さんこんにちは、島田裕介です。今日もやっていきたいと思います。今日のテーマは本当に医療保険って必要なの、高額療養費制度で十分というのをテーマでお送りしたいと思います。はい、前回ですね、保険のお話をしてきまして、復習なんですけど、保険の種類って大きく言うと3つ前に載ってますけどありますよっていう話をしました。上から生命保険で、2つ目に損害保険があって、3つ目に医療保険とか、その他の保険っていうお話をしてきたんですけど、で前回は生命保険って結論だけ言うと、掛け捨てでいいんじゃないかっていう話をしてきました。そもそも保険ってみんな入らないといけないみたいに思ってるんですけど、もちろん貯金で賄えるんだったら別にいらないよと、何かの不足の事態に備えて入っておこうねっていうのが保険だっていう話をしてきました。で今日は前回に続いてですね、医療保険の話をしていきたいなと思うんですけど、これもですね、先に結論から言うと、ほとんどの人は実は不要ですというお話をします。でこれ不要ですって言うと、っていう声が結構返ってきそうなんですけど、なんでかなっていう話をちょっとしていきたいんですけど、そもそもなんで皆さん医療保険入るんですかっていう話で、医療保険何かっていうと、生命保険って自分が死んだ時とか障害を受けた時に保険会社からもらうじゃないですか。医療保険って基本的には入院した時とか手術受けましたって言った時に払ってもらう保険の種類なんですけど、まあ一応特約とかいっぱいありますけどね。で、結構反感買いそうなんですけど、がんになったら絶対いるやんとか、治療費めっちゃ請求されたらどうすんのとか、医療保険入ってた方が安心じゃんっていうので、よく反感買ったりするんですけど、そもそも切り返しトークとしてですよ、実際いくら用意しとけばいいのかっていうのを考えないといけないんですよ。日本って結構恵まれてて、例えば100万円、本当は医療費とかかかりましたと言っても 100% 負担じゃないですよね。日本って意外と結構ここが国民健康保険か社会保険に皆さん加入してると思うんですよ。なんで加入してる人って大体これ3割負担ですよね、公的保険のおかげで。もちろんそれが年齢によって2割負担だとかって変わってきたりするんですけど、基本的にはこれ3割負担で考えています。そうすると、100万円かかったとしても、窓口で払うのは実際30万円だけとかいうのが、この、大雑把な仕組みになりますね。で、ただ、とはいえ、病気の内容によったりとか、怪我の内容によっては、入院したりとか、治療が長引く時あるじゃんというのを心配されてる方もいます。でも、実際、そんな時でも、今日のポイントここなんですけど、高額療養費制度っていうのがあります。これ聞いたことある人っていうので、僕も使いました。実際、入院してる時に。でですね、簡単に言うと自己負担額の上限が決まってるような制度です。先にお金払うんですけど、後から取り戻せますよっていう仕組みになってます。例えばさっきので言うと100万円治療費かかった、でも3割負担だから30万円でいいよと。30万円って結構な金額じゃないですか。なので例えば30万円かかったとしても、これ後で表を見てもらったら分かるんですけど、極論言うと8万円以上払う必要ないですよと、所得によって。そうすると残り22万円は後から返ってきますっていうのがこの高額療養費制度になります。つまり実際はそんなに払う必要がないんですよね。所得に一応よるんですけど、10万円以上払うケースってほとんどないんですよ。でとはいえ、ただ高額療養制度で適用されるのってもちろん条件があるんで、いや俺は個室がいいんだとか、いわゆる差額ベッド代とかは出ないんで、もちろんそこら辺は自分で支払いがいります。贅沢しなければっていうのはもちろんあるんですけど、なんでちょっと表を見てください。高額療養制度、こういう所得に応じてそれぞれ負担額が決まってるっていうのが日本の仕組みになってます。なので意外と保険会社に煽られて入院長くしたらどうしますかとか、万が一の時のために医療保険入っておきましょうみたいなあるんですけど、ちょっと次のお話に行きたいんですけど、入院日数自体が年々減ってるんですよ。これはもちろん医療が進化してるっていう技術の進化のおかげでもあるんですけど、仮に半年間入院しても月に10万もかからないっていう話をしたんで、10万かける6ヶ月だとしたら60万円くらいなんですよ。で60万円くらいだったら、貯金で賄った方がいいんじゃないかっていう話もあって、なので医療保険に毎月こう払っていくんだったら、その辺を見直して、高額療養費制度もあることなんで、そんな無理して医療保険入る必要ないんじゃないかと。それよりも貯金を優先しようっていうのが前回の話にもあったところで、生命保険入るよりも貯金っていう話ですよね。今回も医療保険よりもそれぐらいだったら貯金しようと。そもそも半年間入院するってなかなかないんですよね。なのでそこまで心配しなくていいですよっていうのが実際の実情です。でも先進医療って高額療養費制度適用外じゃんとか、いろいろツッコミはあるんですよ。
ッコミどころあるんですけど、まあ、確かに適用外なんですよね。もう最先端の技術使わないというか、1回100万200万とかで、まあ、それ使うってまあよっぽどなんですけど、がん保険とかもまあ実際そうで、がんってもちろん、ね、まあ、年齢が高ければ高いほどもちろんなりやすくなるっていうのは当たり前で、先進医療やったとしても正直治るかどうかって不明なんですよ。なんでもうここはもう価値観の問題で、そのなる確率が低いものにやるかどうかっていうので、もちろん手厚い治療を受けたいって思う人は、まあ、こういうなる確率が低いものにお金を払っていくっていうのもいいのかもしれないんですけど、まあなんかそこまでして貯金ができなくなるっていうのはちょっと本末転倒かなっていうのを毎回思ってるところです。なんで、まあ、結局医療保険自体はそんなに必要ないんだけど、まあ、例えばその半年間入院した時に60万円もちょっと払うの厳しいですっていう人は入っといた方がいいですよね。ただこれも必要以上に不要な特約をいっぱいつけないこと、営業マンの方に言われてこれの特約もつけといたりです、この特約もつけといたりです、それはもう全く意味がないです。なので最小限にあくまで抑えようと、医療保険自分に必要なものはここだけですっていう、高額療養費制度と、まあ、足りない分を医療保険で補うっていうのでやっていきましょうということで、まとめはこちらです。医療保険は正直ですね、日本って意外と公的な保険が恵まれてる、充実してます。なのでそこまで無理して入る必要はないです、まあ、入るとしても最小限にとどめましょうっていうのが今日皆さんにお伝えしたいアドバイスです。ということで Twitter でも情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また会いましょう。